お茶はですね、日本文化の中でも総合芸術というふうに言われてまして、お茶を習っていると、もう知らないうちに大体の日本の伝統文化をちょっとずつではありますけれども勉強できるんですね。例えば、文学とか、まあ、歴史、それからお茶は禅と関わりが深いですから、まあ、仏教とか、日本人なので神道、それからいろんなお道具がありますので、例えば陶器ですね、お茶碗なんか陶器が多いので陶器ですとか、日本ならでは の漆や木を使ったお道具、もうどん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 こう興味が広がっていくので、そういうところがとてもお茶を魅力的だなと思うところです。例えば海外にね、お茶の文化ってあると思うんですね。中国にもありますし、韓国にもあって、日本にもあって、その中で日本のお茶の特性っていうのはお茶室を作っているところだと思うんですね。で、お茶室を作るってことっていうのはもうお茶が美味しいとかじゃなくて、まあ、掛け軸どうするかとか、お花どうするかとか、まあ、五感で楽しむような空間を作るっていうのが一つ日本の文化の特性だと思ってるんですね。で、今までのお茶っていうのは日本人が、まあ、日本人のために日本人の精神を、まあ、次世代に伝えていくためにやっていたものなので、まあ、これから徐々に広がっ、まあ、海外の方にも楽しんでいただけるような環境づくりっていうのが、まあ、これからできてくるのかなとは思います。 Ask her. Would you like another bowl of tea? Do you like a kind of bowl of tea? No.I've had enough tea. No, I'm having enough tea. You can have your tea, so put the bowl in front of you. 日本の文化の中にあるなんか本質的なものをやっぱりきっちり紹介するっていうことが大切だと思いますし、そこの本質的なものっていうのは世界になかなかない、日本っていうのは本質的な、まあ本質があるとは思っているので、それをなんかなんですかね、しっかりブレずになんか紹介していきたいなとは思ってます。